キノコの金付けをします。このヒノキをね、今年切った木ですわ。これ椎茸の今原木のね、クヌギに穴を開けて、で、あのコマキンっていうね、椎茸の金の回ったあの木を埋め込むんですよ。1月ぐらいから5月ぐらいまでの間に木金植え付けします。はい、これがね、椎茸のコマキンです。元は木なんだけれど、木に椎茸の金が塗り付けてあるというか、もう一応ここに菌がついてるので、これをこのままこのさっき穴を開けた穴に埋めていくんです。これで2年経つと、2年か3年目でキノコが出てくる。7年ほど前に植え付けたのが2年目か3年目で出始めて、でまだ今出てるんですね。だからあと 1,2 年は持つかもしれないけれど、もう新しいのを植えておかないと。この辺りはみんな椎茸、ちょっと一部分平竹植えたとか、それから栗竹植えたり。そう、これは夜の実の木に、なめこと平竹と植え付けてますね。これはおがくず菌っていう、あのコマ菌じゃないのを入れてあるので、上に発泡スチロールで蓋してます。早ければ秋に出るかもしれないけど、1年遅いかもしれない、来年かもしれない、楽しみで。冬気温が下がってきたら、そしたらね、早く出なさいよって言ってね、こうやって叩いて回るんですよ。これはもうボロボロだけど、こんな風にして叩いて回ると、あ、そろそろ時期だなって言うてね、目を覚ましてね、出てくるんです。トン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 とこうやって叩いて回るんですわ。早く出なさいよちゃんとね、なんか椎茸の栽培の本にね、書いてましたよ菌が眠ってるから叩いてこうやって回るといいって。